誰かいるの？聞こえるよ。ここから出して。中に誰かいるのか？出して。誰だ？ビリーって言うんだ。もうずっとここに閉じ込められてるんだ。どうしてこんなところに閉じ込められた？爆弾から逃げるために隠れたんだ。でも中には取っ手がなくて、それに真っ暗なんだ。爆弾が落ちたのは200年以上前だ。今何歳だ？もうどれくらいここにいるかわからないよ。長かった。本当に長かったよ。お願い、この中で死にたくない。わかったわかった、出してやる。やった。この中にずっと閉じ込められてたんだ。早くドアを打って。足が固まってる。何もかも変わっちゃった。本当に長い間あの中にいたんだな。どうしよう。冷蔵庫で一体何をしていたんだ？ずっと前のことだよ。何もかも壊れる前の話。サイレンを聞いた時、隠れる場所を探したんだ。何もかもが震え出して壊れ始めた時、この中に潜り込んだんだ。静かになってから外に出ようとしたんだけど、内側には取っ手がなかったんだ。家に帰りたいだけなんだ。手伝って、お願いだよ。言いたくはないけど、両親はおそらく亡くなってる。死んだ？本当にそう思う？それじゃあ一人ぼっちなんだ。誰が面倒を見てくれるの？あなた？一緒に旅をすればいい。世界を見よう。残った世界を。両親を探すのは諦めた方がいいっていうの？そうだ。両親はもう何百年も前に亡くなってる。化け物が来て食われるまでここに座ってろってことだね。何もしてくれなくてありがとう。外は本当に明るいね。こんにちは、ビリー。少なくとも冷蔵庫から出してくれただろう。冷蔵庫の中にずっと放っておかれた残り物みたいに見える。え、そう？気にしないで。うちに帰るのを手伝ってくれない？どこに住んでいた？クイーン市。でも行き方がわからない。何もかも全然違う。みんな吹き飛ばされてる。ママとパパがどうなったか知りたいだけなんだ。じゃあ家を探しに行こう。ありがとう。クイーンシーに住んでるんだ。住んでたって言うべきかな。でも行き方がわからない。何もかも全然違う。みんな吹き飛ばされてる。いい子供だな。こいつを売らないか。グールの子供にどんな価値が？ちょっと売らないでよ。たっぷりあるさ。200キャップやるよ。グールは放射能に強く、年を取らず物を食う必要もない。一生懸命働けるさ。たった200キャップ？もっと出せるはずだ。見た目より鋭いな。250でこいつを連れて連邦中を歩くっていう煩わしさから解放してやるぜ。こんな値段バカにしてる。わかったわかった、300だ。これ以上は出せないぜ。ちょっと待った、こっちはこいつがどれだけ貴重か知ってるんだ。畜生、無茶な取引にしやがって。350ある。子供は連れていくぜ。この売ったな、クソったれ。売って、それから助けたの？どうして？バレットを騙して金をもらうためだったんだ。言ってくれてもよかったんじゃない？本当に売られたかと思ったよ。宣伝の動きを検知。Oh.
本当に息子なのか？そうだよ、本当にそうだよ。なんてことを。もう死んじゃったと思ってた。何が起きたの？二人とも火傷だらけだよ。私たちはグールなんだよ、ビリー。放射能で変わってしまったんだ。ビリーにも同じことが起きたようだね。そのことは心配しないで、ビリー。パパもママも見た目なんて気にしない。愛してるわ。愛してるよ、ママ。二人とも会いたかった。長かったよ。うちの子を連れてきてくれて、それにあの男から私たちを守ってくれてありがとう。それでどうして二人はグールに？シェルターに逃げるのが遅れたんだ。爆弾が落ちてきた時、ドアは閉まりかけだった。二人ともかなりの放射能を浴びたの。私たちは運が良かったんだと思う。ほとんどのものはグールになる代わりに死んでしまった。二人の遺伝子に何か起きたに違いない。それで二人ともこんな風になったんだ。そうだよ、ビリー。そういうわけだ。もっともビリーが私たちに似ているのには本当はもっと理由があるが。しばらくあちこち行ってみたんだけど、最後にはここに戻ってきたの。ずっとここに住んでいたから、他に行くところなんてないの、本当のところ。お礼を言わせてくれ。これを。ああ、ママとパパにもう一度会えるなんて思ってなかったよ。ありがとう。